帰ってきたか。
君か、おかえり。私だ。すまない。少しいいか。おはよう。今夜はまた理事長がいらっしゃるそうだ。夜になったら4階の部屋に集合してくれ。じゃあ、伝えたぞ。
全員いるみたいだね。さ、入って。失礼します。まさか。いろいろ調べさせてもらった結果、彼にも十分な適性があると分かってね。早速仲間に加わってもらおうと思って、みんなに集まってもらったんだ。待ってください、理事長。彼はまだ初等科です。それに。それに何か。彼のペルソナ能力は確かだ。耐えれば十分戦力になれる。そいつ自身がいいと言ったんですか。僕の方からお願いしたんです。僕にだってできることがあると思うし、それに僕になんで力が目覚めたのかようやく分かった気がするんです。とまあそういうことだからお願いさせてもらったんだ。足を引っ張らないように頑張ります。こちらこそであります。まあいいんじゃないっすか。俺らもついてるわけだし、たまにはきつい時もあっけど、やるからには頑張れよ。はい。
2学期始まんのもうマジすぐじゃん。つーか来年もう高3だもんな。なんか早いよな。あれ、あの子また絵描いてら。また来たの。あ、いや、つーか驚いたな。覚えてたんだ、俺のこと。そっちもでしょ。いや、君ほら、割と目立つ格好だしさ。あのさ、何描いてんの？絵だけど、それが何？あ、別にどうとかはないけどさ。ただ、そうやって熱中できるもんがあんのいいなと思って。意味なんてない。ただ描きたいから描いてるだけよ。そっか。それ、出来上がったら俺にも見せてくれよな。お帰りなさいです。やあ、あと1週間で次の満月だよ。準備はできてる？試練も残り少なくなってきたね。だからこそ気をつけてね。また会いに来るよ。
よ、またまた会っちゃったな。そっちが勝手に来るんでしょ。俺、順平ってんだ。君、名前は？この辺に住んでんの？はい、虫ね。ま、いっけどさ。で、ちょ、で、で、なんだよその怪我。血出てんじゃんか。ちょっと、この間から何なの。用もないのに付きまとわない。そんな、ほっとけっかよ。ほら、手出せって。ハンカチで縛るから。何を慌ててるの。はあ、慌てんだろ普通。すぐ医者に見せろよ。てか、ついてってやろうか。変な人ね。千鳥よ。は、私の名前、純平が聞いたんでしょ。あの絵、もうすぐできるから。私の描いたものは私にしかわからない。でも、そんなに見たきゃ、来れば。
君か、おかえり。君か、おかえり。
何が？ねえ、フーカ、アイギスどうなった？どうかな？こうなったであります。え？うちの制服？何？どういうこと？学校に行きたいって言うから冗談で先輩たちに話してたんだけど、理事長が即 OK しちゃって、明日から高等部2年生ってことよね。マジ？ OK ってあの人いいのか？コミュニケーション負荷の高い場所での活動が興味深いとかって言ってたけど、まあ OK 出てんならいいけどさ、それに結構似合ってるし、かわいいんじゃね。風花さんに装着していただいた学園用迷彩は完璧であります。想像以上に似合ってますよ。誰も特別なんて思わないんじゃないかな。でもなんで学校なんかに？何もないでしょ多分。2学期の開始を受けて日中の活動を合わせたいと考えました。私だけここに待機していては任務に支障をきたします。よって同行を申し出たであります。任務に支障ね。むしろいた方が支障出るっぽいけど。至らないところは順次改善を図っていくつもりであります。そして自分も学校に行くと言っています。コロマル、さすがにあんたがここにいて。
仲間入りすることになった転入生よ。じゃ自己紹介してね。アイギスです。皆様一つよろしくお願いいたします。アイギスさん、珍しいお名前ね。生まれは外国なのかしら。他に特技志向は人型戦術兵器。なんかの間違いね、この書類。見たもの聞いたもの全てが正しいなんて思っちゃダメよね。そうですよね。席はどっか空いてる？ああ、そこ空いてるじゃない。彼の隣。じゃあそこね。え、先生、そこは空いてんじゃなくてたまたまサボってるだけなんじゃ。そんなのいないのと一緒よ。そこを使ってください。はい、着席。この場所なら歓迎であります。私の一番の大切はいつでもこの人のそばにいることですので。仲も良さそうね。でも授業中はちゃんとけじめつけなきゃダメよ。まく、来たな。一緒に来てもらいたいところがある。行くぞ。
加減しつけるぞ。事情が変わった。悪いが今日はノーと言わせる気はない。ああ、これ分かるな。お前が使ってた召喚器だ。新しい敵が現れた。俺たちと同じペルソナ使いだ。別に興味ねえな。話はまだある。アマダが俺たちの仲間に入った。どういうことだそりゃ。適性が見つかり、イクツキさんが認めた。今のあいつはペルソナ使いだ。なんてこった。一つだけ聞かせてくれ。仲間になったってのはあいつの意思か。な、自分から志願してきた。そうか。ならそばにいねえとな。お前が現場を仕切ってるってやつだな。聞いておきたいことがある。お前は何のために戦ってる。そっか。はい、俺はすべきことをするだけだ。俺の部屋まだ空いてんのか。ああ、ミス、おかえり。
お前か。そうこ。
くなくなったらいつでも止めて。気を抜くよ。し、時間をください。そんな
真田先輩が魅了されたままです。覚悟。しぶといな。電撃が弱点みたいですね。まだ敵は3体います。気をつけて。
敵3体、慎重に。敵襲ですが、相手はノアです。Thank you.
闇の力が弱点ですね。ウド系が効果的です。皆さん頑張ってください。鳥はヤツだけだ。敵は撃った。どうにかなった。先制攻撃のチャンスだ。敵一体。炎が弱点です。弱点に当たりです。敵は総崩れだ。一掃する。君を旅にしてやる。敵はあと1体ラストです。梅雨払い。敵三体、慎重に。闇の力が弱点ですね。危なくなったらいつでも止めてくださいね。賢いな。Never be the same to the enemy.
伝います。気をつけて。ペルソナ。あと3つだ。敵は総拠点だ。一掃する。俺を旅にしてやる。
4体います。気をつけて。配信のあたりチャンスだ。行くぞ。千鳥、この前の怪我、あれからどうした？え、あれ？傷は？跡もない。意外と軽かったのか？純平はさ、何をしてる時、自分は生きてるって思う？え、さあな、息してる時とか？つか、考えたことねえや。千鳥はやっぱ絵描いてる時か？どうかな、こんなの全部ただの落書きだし、自分のことなんてわからない。そっか。俺さ、実は一個だけあんだよね、充実してっかなって思える時がさ。まあなんつーか、正義のヒーローをやってる時かな。今日と明日の間にある誰も知らない時間、そこは選ばれた力を持つ者だけの戦場。
影の怪物から人々を守るため、ヒーローは今日も戦い続けると、まあそういう感じでさ。鼻で笑って突っ込むところぜ、冗談だから。それあなた一人で戦ってるの？おいおい、間に受けんなって。誰も知らない時間の中なんでしょ？なら誰も知らなくて当然じゃない。誰も知らなくて誰も褒めてくれないのに戦ってるんだ。偉いね、ちょっと見直した。そうかな、こんな話信じてくれちゃうとは思わなかったな。ねえ、それもっと聞きたい。なんか不思議だよな君。まあいいか。じゃあこれ絶対秘密にしてくれよ。うん。ペルソナって超能力みたいのがあってさ、それ使えるやつだけが怪物を倒せんだけど、誰でもペルソナ使えるわけじゃなくて、だから選ばれた何人かで戦うしかない。仲間はダチとか先輩でさ。こう見えても俺入ってからは連戦連勝なんだぜ。楽しそうね。純平が来てから連勝ってことは、純平はチームのエースみたいなもの。まあな、リーダー的な役割ってとこかな。とりあえず俺がいないと始まんないって感じ。作戦始まったらみんな俺の指示で動くんだ。結構大変なんだよなリーダーってのも。ありがとう純平、楽しかった。そっか。でももう時間、また明日会いたいな。また明日か。よし。帰ってきたか。Body, make sure you don't hurt nobody.
千鳥、今日いなかったな。やっぱもっぺん探してみっかな。でもさすがにまずいか。作戦あんだしな、今日。作戦か。考えてみりゃあの子を守るための戦いでもあるしな。なんかそう考えっとやる気出てきちゃうな。つか、これこそまさに正義の戦いってやつか。よし、動かないで。え、つか、この声。うわっ、今日でもう6度目の満月だね。敵は見つかったかい？はい、多分ポロニアモールのあたりだと思うんですけど、なんだかモールの周辺からぼんやりと感じるだけで範囲を絞ろうとはしてるんですけど。今回のシャドウの能力ってことか。わかりません。十分だろう、そんだけわかりゃ。アマダか、どうだった？純平さんどこにもいません。カバンもないし、今日はまだ部屋に戻ってないみたいです。あいつ、満月って分かってんでしょうに。寮の近くにもいないようですね。純平くんの反応は見当たりません。念のため、少し時間を使って探してみましょうか。いや、いいよ。若い君らだ。そういう気分の時もあるだろうさ。とにかく、今は目の前のシャドウを何とかしてほしい。うん。ここでくすぶっていても仕方がない。とにかく出動だ。行くぞ。純平のやつ、何か言ってなかったか？ならいい。よし、あとは手分けして探すぞ。時間はかけられない。急げ。待ってください。お願いします。やらせてください。これは私の役目だから。ルキアの指が触れる土の答えだ。髪が触れる風の答えだ。唇が触れる水の答えだ。教えて。この霧のような姿は何だ？おい、大丈夫なのか？集中の邪魔をするな。これは足の下だ。網目？網目。もしかすると地下ケーブルと関連があるかもしれません。ここは島が開発中の頃は工事用電源の基地があった場所ですので。地下ケーブル？網目のような相当量の電気ケーブルが地下に放られたままになっているようです。それが索敵の邪魔になってるってことか。ありがとう。今ので全部分かったわ。ケーブルにシャドウの位置が撹乱されてるわけじゃなく、そのケーブル部の自体がシャドウに乗っ取られている。それ、え、つまり足の下はそこら中シャドウってこと？絞れなかったわけだ。本当にこの辺全部を占める大きさってことか。そんなのどうやって倒すんです？地面の中か。いて、拍子抜けね。こんなに無防備だなんて。これでこの建物のフロアは全部。ちっくしょう、力が出ねえ。いい加減にしろよ、千鳥。頼みたいことがあるの。あなたの仲間に私の言う通り命令を出してもらうが、通信くらいできるはずよ。俺が命令？言う通りにするなら何もしない。作戦の中止命令を出して。簡単でしょ？今やってるのだけじゃない、今後の作戦も全部やめるように言って。作戦をやめろって？まさか君、
あの連中の。早くして。参ったな。これでは手が出せない。前にモノレールに乗っ取ったシャドウがいたと記録で見ました。おそらくそれと同じでどこかに本体がいるはずです。私が見つけます。風か。場所が分かったとしても問題は生き方だな。放置された施設であれば今でも侵入が可能かもしれません。だといいがな。見つけた。ここのすぐ近く、このモールの中です。この中？地下にできている小さな空間の中です。四角い箱の形をしてるから多分人工の空間だと思います。四角って地下室とかかな。そういや、エスカペードのフロアやってるやつ、最近電源の調子がどうのってぼやいてやがったな。おかげで停電食ってでかいイベントが飛んだとかなんとか。電源？確か昔からあった地下の空間を部屋に改造したとか聞いたことがある。ひょっとすると間違いないと思います。よくやった山岸。よし、準備が整い次第突入組で仕掛けるぞ。
千鳥今日いなかったな。やっぱもっぺん探してみっかな。でもさすがにまずいか。作戦あんだしな今日。作戦か。考えてみりゃあの子を守るための戦いでもあるしな。なんかそう考えっとやる気出てきちゃうな。つかこれこそまさに正義の戦いってやつか。よし動かないで。え？つかこの声。うわっ！今日でもう6度目の満月だね。はい、多分ポロニアモールのあたりだと思うんですけど。なんだかモールの周辺からぼんやりと感じるだけで範囲を絞ろうとはしてるんですけど。今回のシャドウの能力ってことか。わかりません。十分だろう、そんだけわかりゃ。天田か、どうだった。純平さんどこにもいません。カバンもないし、今日はまだ部屋に戻ってないみたいです。あいつ、満月って分かってんでしょ。ならいい。何をしてくるか分かりません。注意してください。Let's go.
シャドウの体に大量の電気が充電されています。何か仕掛けてくるかもしれません。霧城先輩が感電してて動けません。攻撃は充電してからでないと使えないようです。敵が充電をしたときは注意してください。霧城先生、感電してて動けません。会心のあたりです。敵対して総攻撃チャンス。なあ、あるな。霧城先輩のダメージが深刻です。Yeah.
消滅です。お疲れ様でした。あ、そういえばさっき純平くんの反応が見つかったの。多分寮に帰ってると思うんだけど、なんだかちょっとだけ様子がおかしくて。理事長もいるし何もないとは思うけど、私たちも急いで戻りましょう。もう作戦は終わってしまったみたい。わかんのかよ。わかる。メディアが教えてくれるから。メディア、私の友達千鳥。それよりどうして中止命令を出さなかったの？命より作戦が大事ってこと？死ぬことって普通の人には一番の恐怖なんでしょ？違うの？いや、俺はただ命令なんかしたことねっつーか、したくてもできねえっつーか、その俺リーダーなんかじゃねえんだ。全部嘘だったってこと？どうして？理解できないわ。なあ、一個だけ教えてほしいんだけどさ、最初から何もかも芝居だった。偶然会ったことや怪我とか絵とか、はなっから俺のこと知っててはめてた。つかそか、手の怪我、マジの傷ならすぐに消えるわけねえもんな。そか。あれは純平！もう戻ってきたの？それは召喚機。メディア、おいで。やめろ千鳥。先輩、千鳥の銃を。いや、返して。運が悪かったな。悪いがこいつは使わせない。おいおい、何の、アイギス、彼女を拘束してくれ。了解であります。メディア！私、今の今まで気づけなかった。私にはこの力しかないのに。山岸君でさえ何も感じなかったとなると、これはもう撹乱する能力ってことだね。僕なんかもう全然さっぱり。
から騎士気づけなかったよ。聞きたいことがいろいろある。君もあのストレガとかいう連中の仲間か。私は死ぬなんて怖くない。千鳥、メディア、私は話を聞ける状態じゃないな。精神がひどく乱れてる。しばらく安静にさせて様子を見るしかないだろう。千鳥、もう一度聞くぞ。千鳥というのは本名か。ストレガというのはどういう組織だ。君ら三人の他にもまだいるのか。ちょ、待ってよ純平。来ていいって言われてないでしょ。千鳥、純平、あのすいません、この場所をしつこく聞くもんだから。気分どうだ？もう落ち着いたんだろう？ああ、落ち着いたものさ。どんな検査の質問も全て無言の拒絶だ。そのスケッチブックも取り上げるべきか？いいじゃないすか、そんくらい。こんなもん取り上げたって何もなんないすよ。どうかな。召喚器を取り上げた時はだいぶ動揺していたみたいだな。ペルソナの召喚器、君はあれをどこで手に入れた？メディア。返してよ、返して。おい、むやみにそのことに触れるなと言ったろう。じゃあどうすればいい、はあ、次からは誰かに代わってもらうか。なんで取り上げるのよメディア。なんで。タクマ、看護師を呼んできてくれ。今日はもうここまでだ。イクツキさんには俺から報告をしておく。あ、はい。ほら、ジュンペ行くよ。千鳥、一体どうしちまったんだよ。お前か。
Chow! 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 Chow!
どうだ、山岸。何かを感じるか。いえ、はあ、黙っていて困るのは君だぞ。恨んで拘束してるわけじゃない。無意味な戦いを避けたいだけなんだ。千鳥は？またか。どういうつもりだ、純平。彼女、何か言いました？いや。俺に話させてください。イオリ、君はどうもこの件では冷静でいられないようだな。どうかしたのか？それは正直わかんねえっす。襲われたのもわかってるけど、なんかほっとけないっす。お願いします。純平君。ったく、どの道私たちでは手詰まりのようだ。いいぞ。うっす。元気だったか。スケッチブック取られなくてよかった。ここでも絵描いてんだ。絵を描くのだけはやっぱ本当に好きなんだな。関係ない。喋った。こんな絵私以外には理解できないし。おい千鳥、腕。ち、またか。山岸、急ろ。これ、なんで違う？自分でやっちまうんだ。クソ、危なそうなものは取り上げたつもりだった。自分で？理由はわからないが、放っておくとすぐそうするんだ。もっとも信じられない中速度のせいですぐに治ってしまうようだが。話してよ。じゃあ、
あん時の手の傷も君が自分でやったのか。言っとくけど、心配してくれなんて言ってないから。あんたの勝手な早合点でしょ。やめろって。やっちゃダメだ。心配とかして言ってんじゃない。やってほしくないんだ、千鳥に。そんなことさ。すぐに医師が来る。もう戻れ。喋れるじゃないか。おかえり。お前か。
よ、チードリン。やめてよ、それ。そう、とんがんなって。ほら、これ、スケッチブック。そろそろ使い切んじゃないかと思ってさ。そんなこと、順平に頼んだ覚えな。やっとまた順平って言ったな。もう呼んでくれないかと思ったぜ。なんとか話し始めた。ただ今のところ取り調べにはなってないがな。それだけでも前進だろ。俺たちには口も聞かなかったんだ。ところでお前、あ、千鳥、どうした。この感じ何かいるぞ。敵か。違う、どけ。心配ねえ。ペルソナが暴れただけだ。ペルソナが暴れた。ちゃんと見てろったく。ペルソナが一瞬こいつ自身の首絞めてたろ。こいつらは俺らとは違う。ペルソナを飼いならせねえんだ。だから制御剤がいる。自分のペルソナに寝首をかかれないためにな。制御剤？お前、ストレガって連中のことレールを外れて初めて見えたもんもあるさ。俺の持ってる薬を医者に渡しておく。あとは任せる。待て、シンジ。おい、私、純平。よかった。マジ死んじゃうかと思ったぜ。何それ、なんでそんな顔してるの。死ぬなんて怖くないのに。怖くないって、おい。死なんて明日目が覚めないってだけ。ただそれだけじゃないの。何言ってんだよ。つか、マジで言ってるそれ。純平。俺は嫌だよ。千鳥が死ぬなんて俺は嫌だ。純平。怖くなきゃいいとかそんなことじゃねえだろ。千鳥が死んだら俺嫌なんだよ。純平って変。ったく、変はどっちだよ。おい待て、シンジ。どういうことだ、説明しろ。あんな薬なぜお前が持ってる。聞いたことだけはある。ペルソナの制御がうまくいかない場合、無理やり抑え込む薬があるとな。だがあれの副作用は。お前も使ってるのか。うん。どうなんだ。てめえに話す義理じゃねえ。貴様はいつもそうだ。そうやって。てめえの言い分なんぞ分かってんだよ。力があんのに使おうとしねえ、そういう半端なのが気に食わねえんだろう。聞き飽きたぜ、この正論バカが。って、全然分かってねえ。お前は知ってるはずだな。10年前、個人が火事で焼け落ちた時、俺は妹を救えなかった。あの時の俺には飛び込むどころか、止める大人の腕を振り切る力さえなかった。だから俺は力にこだわってきた。お前だって同じだったはずだ。俺たちだけでも生きていけるように一緒に強くなろうって。なのになぜだ。なぜ俺に黙って薬なんかで力を抑えた。俺は戦いに戻ったんだ。もうペルソナを抑え込む必要もねえ。文句ねえだろうが。くそ、副作用はもう出てるのか。今の俺にはやるべきことがある。こいつはけじめだ。俺にしか務まらねえ。やるべきこと。いいか、いつまでも俺につきまとってんじゃねえ。てめえはてめえで信じた道を行きやがれ。いいな、信じ。
君か。おかえり。
今日は先輩たちは来ないぜ。けど召喚機とかはやっぱり返せねえってさ。別に期待はしてないけど、だからここで監視してるんだろうし。ああ、この前の怪我大丈夫か？手相がすぐ治っちゃうんだったな。そういや千鳥、今日は絵とか描いてねえの？別にいいでしょ。ああ、そりゃもちろんいいけどさ。あれ、この花しおれちまってんな。外まだ暑いしな。ああ、そうだ、新しい花なんか買ってくっからさ。千鳥なんか好きな花とかって、どうした？え、花が、それ切り花だよな。スケ、何、どうなってんの？私の少し分けただけ。治癒の力ってこんなことまでできんだ。すっげえ、マジック見て。別にすごくない。純平だって力があるんでしょ。これだってその一つ。まあそうなんだけどさ、俺の場合それ以外が何にもないっつうかさ。俺この力を取ったら正直何もないんだ。正義のためなんて口ばっかでさ。俺ほら半端っていうかさ、何のために戦ってんのか、つか何のために生きてんだろうな。何のために生きる、何のために。ガキの頃はさ、バカみたいな夢とかあったけどな。夢？メジャーリーガー、あぶだろ。ま、ガキん時なんてそんなもんだろ。わかんない、私は小さい頃のことあまり覚えてない。覚えてるのは白い部屋、ずっと真っ白。病院は嫌い。そっか、ごめんな。でもここにいれば純平が来る。だから今はここでいい。千鳥、そっか、なら全然来るよ俺。
ミス、おかえり。やあ、久しぶり。君と会ってからもう3つ目の季節だ。時間が流れるのは早いね。いろんなものが変わっていく。でも世界には決して変えられない決まりみたいなものもあるんだろうね。君はどう思う？そうだよね。先のことなんて考えたってわからないもんね。今まで君に話してたこと、いろんなものが見え始めたんだ。あの塔だよ。最近そのことばかり考えてる。僕らの関係は変わらないものかな、それとも変わってしまうのかな。でもこれから先に何が待っていようと、君と僕は友達だよ、絶対にね。また来るよ。Shadows inside hope.
Say,